会高見の見物を担当する私椎名みなすだ。早速だがお答えする生徒会宛てに来たメールを紹介するぜ。今日はどんなメールが来てんのかな。ラジオネームフリスク魂からもらったメールだ。はじめまして、フリスク魂と申します。はじめまして、高2です。今僕は一人暮らしをしているのですが、つい先日エアコンが壊れました。この寒い時期に修理するにも買い替えるにもお金がありません。寒いよパトラッシュ。さて残りの冬を僕はどのように過ごせばいいでしょうか。なんだそんなことが悩みなのか。私の中の人だってノーエアコンノー暖房だぜ。簡単なことさ、内側から燃やせばいい。常に内なるラスボスと戦っているような気持ちで体を動かしていれば自然と温まるさ。なんなら私がトレーニングメニュー組んでやろうか。腹筋背筋100回にスクワット50回、腕立て50回に懸垂30回、これを2セット。ほらあっという間に乳酸地獄だ。温まってきただろ。以上お答えする生徒会、今回の担当は椎名みなすでした。振り返れば笑い出すような小さな欠片握りしめてた。生徒会の一存レベル2レブラジオ、エディオ学園校内放送レベル2。こんばんは、生徒会の一存桜のクリム役の本田真理子です。こんばんは、赤羽千鶴役のミナです。こんばんは、シーナマヘイ役のノミズイオリです。こんばんは。こんばんは。何これ、なんかなんでみんなキャラなの。今日はこの3人だよ。イオリさんにとっては美容学園校内放送レベル2第22回始まりました。やり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 ということでね、今回はみなつ役の鈴が高見の見物です。おっす。ね、みんながブレすぎてて誰なのかわからないけど。ぜひ当ててみてください。ということでね、あの富樫がいないので今日は大変なのです。大変じゃないよ。大変なの。でも今日は大変だからリスナーのみんなに助けてもらおうと思ってます。センター行こう。やだやだ。センター行こう。いや、かわいそうで行ったらいいとかないから。やめろや。やめろや。お答えについても触れて。そうだよ。ということでね、みなつがね、今日はね、とりあえずあれでしょ、トレーニングをしろと。しろと。だからもっと動けと。うんうん、体から熱くなれば、うん、暖房なんかいらないよっていうね。そうそう。お前ら筋肉だと。うんうん。いうことで。すごいね、これ。ね、これさ、なんかでも地味にさ、うん、本当にやりそうな人がいそうな、なんていうの、きついけど、やれそうなところ。うん、やったらいいと思う。あ、これを、うん、本当に、うん、スクワット50とか。そう腕立て50。腕立て筋肉つくよね。すごい、2セットずつだよ、うん、本当に乳酸地獄だよ。うん、辛い。いおりできる。やる。できない。できないじゃん。やらない。私もやらない。一緒にやる。やんない。やろう。はい、ということで壁尾学園校内放送レベル2始まるよ。壁尾学園校内放送レベル2、生徒会目安箱。皆さんが目安箱にこっそり入れてくれたメール、つまり普通歌をご紹介いたします。はい、あのね、二人そこでよくわかんないことしないの。見えないんだから。楽しくなりたいと思って。あ、ほんと、うん、じゃあ楽しく私もやりたい。やろ。じゃあ読んでよ。分かんないよ。なんなんだよこれもう。笑い方。やめろ。はい、ラジオネーム。さっぱりしてる。キツネゴマさんからいただきました。ありがとうございます。生徒会の皆さん、こんばっぱ。こんばっぱ。もう一回、こんばっぱ。どうすや。声ちっちゃかったんだね、きっとね。そうだね。その元気な皆さんの声を聞くと、分かってるね。僕の生活も
パチパチしてきます、ね、なんでパチパチパチか懐かしい懐かしい。え、突然ですが皆さんの好きな漢字って何ですか。突然突然だな。ちなみに僕は幻が好きです。なんかあったのなんかあったのそれでは皆さんお体に気をつけて引き続きラジオ頑張ってください。お、ありがとうございます。ということで幻が好きなキツネゴマさん。なんだろう、なんだろう、漢字好きな感じ。漢字1文字でも 2文字でも。あ、そうなの。うん、一文字じゃないの。もう書いてないし。と思って。の水さんほら漢字詳しいじゃないですか。なんか雰囲気だよね。好きな漢字って言われると考えたことないよね、あんまり。あんまり考えたことないかも。なんか好きなものとかによるんじゃない。私結構なんか空とか肉でしょ。肉肉じゃないよ。じゃあ私父になっちゃうよ。ダメでしょそれ。でも肉は食べ物は好きだけど、でもほら空とかさいいよね。なんか星とか、ね、顔がドヤ顔である。つまらない。なんだろうなんだろう、私流れるとかかな。おー綺麗じゃない。なんか綺麗だね。あ、漢字の形が、うん、そう、なんか水、うんうんうん、自分の苗字に関係してるわけじゃないけど、うんうん、なんか水系のもの好きかもしれない。皆、うん、さんは。そうですね、なんですかね。私魅力の実っていう感じが好きです、ね、鬼が入る耐えちゃうんですけど、うん、でも好きな感じですね、うん、そう、いいねいいね、うんうん、じゃあミナの実をそれに出する。何が簡単なの。あの漢字で実で名前の名すごい、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 テンプテーションかけられそうな感じ。いらっしゃい。そんな感じで、ミナです。ミナです。急になんかちょっと10秒入ってきちゃった名前になっちゃった。ね、なんかそれぞれいろいろあるね、うん、あるね、出せばね、面白い。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。あと、はい、続いてラジオネーム角煮さんからいただきました。ありがとうございます。本田先生、ガシ、イオリ、ミナクル、こんばっぱこんばっぱどうもです。スマホのアプリ、あ、やめ、これにクリム会長が新キャラとして登場しましたね、うん、そうなんです、そうなんです、ありがとう。すごい、ずっと生徒会メンバーの登場を待っていたので嬉しいです。早速こんなこともあろうかと使わずに取っていたアイテム全てを会長に貢いでやりましたよ。ありがとう、すごい本気だね。しかし2枚目に手に入れた名言というカードでいきなり、うん、メディアの違いを理解せよと言われるとは思いませんでした。似てね。似せたかったの。分かってる。でもやりたいことも分かった気が、うん、メディアの違いを理解せよ。あ、でもなんか立ててるところはちょっと似てるんだよね。くっ、本家メディアの違いを理解せよ。ごちそうさまでーす。なんか、はい、ありがとうございました。してないよ。これからも会長さんをなでなでしたりキスしまくったりしたいと思います。最近は声優さんもキャラとして出ているようなので、ね、今後他の生徒会メンバー、うんうん、生徒会の声優さんの嫁コレ参戦を期待していますといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あれさ、これ嫁コレ私さ、うん、あのちょっとやってみたんだけどさ、うんうん、あれ、あのいましたねこれ。うん、嫁これ声優部ね。嫁これ声優部ありますね。あのなんかうちのよく知ってるこうちょっと左斜め前にいる方が。みなちゃん。あたす、あたす。あたすか。あたす誰も嫁これしたくないと思います。あたす。でもあたすか。野水さんがいました。そうなんですよ、本人でね。本人で。そう、本人。そんなのあんの。本人なんか照れるね。本当恥ずかしくて、なんか音声の収録。キャラがないからさ、うん、キャラで好きとか言うんだったらいいんだけど、うん、自分でこうねちょっと恋愛度高めな甘めでお願いしますって言われて、うん、ディレクターさんに私の甘めの引き出しってどこにあるんだろうあるある、体中探したよね。いっぱいある、いっぱいある。セクハラこれでもね、みんな、うん、なんかねそれぞれまたさ生徒会のキャラも追加されて、うんうん、みなちゃんとか本田さんも追加されてったら面白いよね、うん、どっちもやるの ね。そうそう、しかもなんか嫁にかんあのさ、うん、何人か登録できるから、うん、そうレベル上がっていけばそれだけ。そう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 、ね、いおりさんも登録して、うんうん、バシバシやるです。いや一夫多妻制ですね。そうですね、そうですね。ふふふふふ、まあ嫁にしてくださいね。はいはい、ぜひぜひよろしくお願いします。願いします。さてさて、続いてのメール、はい、ラジオネーム汗臭い靴下くんからいただきました。ありがとうございます。くさくさ
ちょっと言われたいのかなって。本田さん、富樫さん、野水さん、皆さん、こんばんぱ。こんばんぱ。焼き上がりのお餅って香ばしい匂いがして、まさによだれが落ちそうですよね。僕は薄くバターを塗ってその上に少しいちごジャムをつけて食べるのが好きです、初めて聞いた。皆さんは焼き上がりのお餅には何を塗りたいですかといった時も、これパンじゃないよね。でも美味しそう。すごい、でも美味しそうだ ね。餅にバターといちごジャムってどんななんだろう。なんかほら、なんだっけ、うん、餅フル、モッフル、モッフル、あ、モッフル、なんかお餅のワッフルみたいなさ、あの、うん、お餅でワッフルが、ワッフルができる、え、そうなのとか、そうそうそう、あるから、うんうん、なんかこういうの合うよね、絶対、うん、バターとか、なんかこのモフルの機械とかもあるの。そうそう、あるの。薄っぺらお餅になんかジャムとか塗って、そのまたさらに薄っぺらお餅に乗せてガシャンってやると、うん、ワッフルの形で お餅が出てくるみたいな、まあ、それパンとかワッフルバージョンでもあるもんね、あの、うん、お餅用のじゃなくても、うん、あんな感じなんだ、うんうん、なんか餅フィーバーだね。結構前からあるよ。うん、そう、知らなかった。え、何塗る、みんな、お餅といえば。でもバターって言われると、なんかバター醤油もいいかなって。あ、バター醤油だ、美味しい。バター醤油いいね、うん、いいね、やってみたい。醤油とか、うん、なんかたまり醤油、たまり醤油しか、うん、砂糖たまり、あ、そう、砂糖醤油、それとあんことかぐらいしかやらないもんね、うん、それ言ったらあんこバターとかも、おー、なんかね、いいね、あんこバター、名古屋的な、うん、そう、名古屋的な、あんこバターか。生クリームとかもいいかもしれない、意外に、ね、溶けそうだけど、うん、合うかもしれないね。だってそれこそぜんざいとかでさ、そうよ ね、うん、生クリームあんみつ、ソフトクリームあんみつとか、あ、確かに、ある、はい、いけるいけるってるもんね。じゃ、生クリームといちごジャムとかもありとか、ね、あー、なんか、それこそ本当にワッフルとかホットケーキみたいな感じで ね、もうお菓子だね。今度やろう。もちぱ、4人でもちぱ。じゃあ次は、今家に越えて顔したね、パジャマ持ってきて、お泊まりの犠牲を出した。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ということで、これから生徒会の目安箱にこっそりメールを入れてください。お待ちしています。明日へ手を伸ばして、この思いを届けよう、未来まで。それではここで一曲お聴きください。アニメ生徒会の一存レベル2第9話のエンディングテーマ、壁王学園生徒会レベル2でブルースカイです。長いこの道の先は、いつか答えを導き出せるのかな。その一歩踏み出したら、嬉しいこと曲だよ。聞きながら超歌ってた。一緒に歌ってた。これなんかつい歌いたくなるんだよね。コロンブスでもびっくりとか、超可愛い歌詞もあったりね。なんか卒業シーズンのね、曲にぴったりな感じでね。切ないけど、なんかみんなで手繋いでるイメージみたいな。一回イベントで歌わせていただいたんですけど、なんかその時もなんか感極まるものがあるというか。なんかね、勝手に最終回みたいな気持ちになっちゃって。なんか終わっちゃったみたいな。なんかレコーディングの時もなんかこれが最後なんだと思ったんだよね。そうそうそう、エンディング最後かとか思って切なかった。なんかね、撮った時に切なかったよね。そうそう、だから歌っててすごい思い出される感じだったんで、聞いてなんか嬉しいんだけど寂しいみたいな、そんな曲でした、ね、今のシーズンにぴったりなので、ぜひ聴いてください、ね、ぜひ聴いてください。お届けした曲は壁王学園生徒会レベル2でブルースカイでした。壁王学園校内放送レベル2、表彰する生徒会。小さな
自慢から本気のものまで皆さんの自慢を表彰するコーナーです。なんだこれ、人の前に入ってきた子がいる。ちなみに紹介された人の中から毎回1名様には私たち直筆の表彰状をプレゼントしちゃいます。本当ですか、はい、それでは早速ご紹介しましょう。はい、ちょっとマイクなんか乗っ取られてるんだけど、隣の人に好きです。告白したけど。はい、それでは行きますよ。行きます。はい、ラジオネームあきあきさんからいただきました。ありがとうございます。あきおの、うんうん、オータム、秋が空いてる、空いてるの、秋秋さん、うんうん、すみません、ね、秋好きさんだったらどうしよう、言ってね、両楽。マリコさん、ミナさん、はい、みすずさん、言いづらい、いよりさん、こんばんぱ、こんばんぱ。なんと僕は男性にとてもモテるのです。本当に男性にモテるのです。2回言ったね。詳しく言うと、中学時代同級生5人、先輩1人の合計6人に告白されました。すごい。もちろん全員男です。そして今高校2年生なのですが、ほんの数週間前告白されました。うん、もちろん男です。2回言った。本当に本当の話です。2回言った。といただきました。すごい。なんか他にもね、なんかその男性にモテますとかの書いてくれてる方もいたの。いたらっしゃったんですけど、何その、ね、みんな何かな感じ、ね、すごいね。彼は何なの、男子校とかかな、もしかして。気になるのが、うん、すごく可愛くて、うん、おーちょしょいってしたいタイプなのか、おっ先輩みたいな感じで、どっちだろうね、お前ええ体してんの。もうすごい気になる。でもさ、あれなの、どちらかっていうと綺麗系なんじゃないの、うん、なんかね、そういう儚げな、ちょっと儚げなとか、色っぽいとか、あ、なんかね、可愛いみたいな髪とかちょっとテンパでくしゃってして、やめてくださいよ先輩みたいなね。これみんな二人の妄想ですからね、みんな聞いてる皆さん。でもさ、こんなに告白された人初めて聞いたよ、私。だって異性にだってこんなになかなか急にさね、この中学から高校生の間で6人とかなかなか告白されないよね。うん、うん、同級生5人っていうのは結構すごいよね。だから普通に同性とかじゃなくて異性でもさ、こんなに告白されないよね。うん、同じクラスでこう、ね、秋秋さんをめぐってのバトルロワイヤルみたいな。やだー、え、なに、殺しちゃっちゃう。俺の秋秋だよ。俺だよ、ま、俺のだよ、ハサルの妄想劇場でした。俺だけの秋秋だよ。ちょっと詳しいことこれ聞きたいね、気になる ね、うん、え、またぜひ、てか顔写真を送ってほしい。そこか。え、どんな感じなのか。本田さんの完璧な趣味だよ。まあでもね、どんなタイプ系なのかちょっとね、自己分析も欲しいですね。そういう人がモテるのかとかね。うん、気になりますね。それを教えてほしい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お次いきますよ。ラジオネーム、人畜無害なミスター PK さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。生徒会の皆さん、こんばっぱ。こんばっぱ。僕は他人に自慢できることなんて全くない、うん、と思っていましたが、最近友達にすごいと言われた些細な自慢できることを2つ発見したので投稿してみました。何何、うん、1つ目はワンコの性別を顔を見ただけで判断することができるんです、うん、2つ目はワンコと子供にはすぐに懐かれちゃうことなのです。いいね、にゃんこはワンコ派、ワンコ派なのかも。にゃんこはワンコ対応的な雰囲気なのかもね、空気とかね、匂いとかね。でも犬に好かれる人っていい、いいよね。ワンコも子供も、うん、可愛くて好きだからですからね、うんうん、って言ってます。こっち、これからも皆さんのご活躍を楽しみにしてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ワンコの性別を顔を見ただけで判別できんの、すごいよね、うん、なんかこう結構男のワンコちゃんでもさ、男のワンコちゃん、お花の髪飾りみたいなちょこんとこんとで縛ってたり髪長い子といるするし、うん、なんか意外とね、わかんないよね。確実に男の子っぽい服着てたり するとさ、わかるんだけど。なんかさ、人間だとさ、うん、同じ同族だからなんとなくわかんだけどさ、犬だとさ、難しくない、だって、うん、犬。すっごい可愛い子とかいて、こう、ポンって立ったら、あ、男の子だったみたいな。あるよね。女の子だと思ったらごめんみたいな。なんか細身だから、そう、ちっちゃいから。特に小型犬とかね。女の子かなと思ったら男とか、逆もあるしね。なんかわかんないんだけど、やっぱ猫ずっと飼ってるから、うん、わかる？にゃんこはなんだろう、やっぱ毛並みとかがやっぱね違う、匂いとかも、うん、やっぱちょっと違う、ちょっと毛並みが、いや、わかんない、あの、うん、わかんないんだけど、うん、ちょっとなんかこう女性の方がしとやかなんだよね、男子の方はちょっと
なんかこうゴワ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 までいかないけど、でもそういう感じだった統計が私の中で統計ここ20年ぐらいで出てて、いやでも見分け顔見ただけで分かんのすごいね、すごい匂いとか嗅がないと分かんないです、さすがみなちゃんだよ何でも匂いでねオスです匂い嗅いで分かるのめっちゃプロみたいなことしてきたけどすごいよすごいな匂いのプロがいた、子供に懐かれちゃうのはとってもいいね、いいよ、これからも大事にしてください。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてラジオネームりんとせよ3組さんからいただきましたありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんばっぱー、こんばっぱー、初投稿です、ありがとうございます。どうもです。いつも楽しく聞かせてもらってます、早速ですが僕の自慢は夢を操作できるということです。すごい、夢の中でこれは夢だと分かると自分で夢の中を自由に歩き回ったり動き回ったりできます。すごい、夢の中で思うだけで空を飛んだり会いたい人に会ったりできます。最近では夢の中で目覚めようとする瞬間を感じて止めることもできました。何それ、この特技はとても楽しいです。すごい楽しい。3組あ会いたい人に会ったりとかもできんの、どうやって会いに行くんだろう、歩いて家とかまで行くのかな、なんか会いたいなって思うのかな、そうすると出てくるのかな出てくるのかな、すごいね、すごい、なんかさ夢の中に一瞬夢だって気づく瞬間はでもあるよね、あるあるある、たまにね、なんか大概私は、あの犯罪を犯してなんかこう必要に迫られて人を殺してしまっている中でそれでなんか追いかけられて、あもうダメだ自分は犯罪者だって思うと、ふと我にかって、あでもこれ夢じゃんみたいに思って起きるみたいなことがある。なんかそういうことってない、切羽詰まった夢みたいな、なんか追いかけられるとか、追いかけられるとかあるよね、いいっていうね、そうそうそう、あとなんか殺される夢もいいのいいとか、なんか殺される夢は再生なんだって、生まれ変わるとか急に降りてきたよあとなんかさ落ちる夢とかも悪くないらしいのね、結構ね、いろいろあるある、なんかすごい子供の頃にすごいなんか悪魔みたいなのに追いかけられる夢を見たことがあって、うん、その時に、これ絶対夢だの、お母さん起こしてってすごい叫ぶ夢ってやったことはある、起こしてくれたお母さん、起こしてくれたでもなんか夢だって分かる瞬間もある、夢の中で叫んでたらさ現実世界でも同じこと叫んでんのかな、わかんないよね、なんか夢の中で泣いててハッて目覚めたら泣いてるとか、あるあるある、ある、ある、うん、ある、全然ある、泣いてるのはないかな、なんか夢ってさ続き見ようと思えば続き見れるじゃん、あ見れる時は見れる、私見れないの、え、ないの、じゃないの、あ、ほんと、起きちゃうと見れない、見たくない夢は見たりするけど、見たいな、この夢楽しかったなって思って二度寝すると見れるよね、見れる時ある、あるよね、そう見れない時すごい辛いんだけど、 あと逆になんか夢だって全く気づかない幸せな夢の時がある、どうぞそれ大丈夫か、ひよりひよりでしょうか、違う、なんかさもう全然、あの何こういうのって思い出せるさ例えがないんだけど、例えばもうなんか日本人じゃなくてみたいな、もうファンタジーな世界でぐらいの勢いでなんか生きてる世界が違って、でもそこをなんか人生を全うしてるから夢だってまず気づかなくて、起きたらあなんだ夢だったよみたいな、びっくりすることもあるけど、なんかさそういう世界にいればいるほど全然現実とさ、なんかこうなんか現実感ないから、もうその世界の住人なんだよね、そうそうそう、結構戻るまで時間かかるよね、起きてから、すごい盛り上がってしまいました、ありがとうございました、ありがとうございます、3組、はい、さてさて今回の分で揃ったところで誰にしましょうか、誰にしましょうか、でもね全部今回すごいなと思ったけど、これかな、じゃあ、ね、ズミさん、ズミさん、ズミさん決めちゃってください、ズミさんこれ押しますよ、はい、じゃあ行きます、はい、それでは今回表彰される人は夢を操作できるりんとせよ3組さんに決定です、おめでとうございます、いやぜひやり方教えてください、そのとかあったら、ね、だっていや止めることができるなんてなかなかないよね、なかなかないですね、だって休みの日だったらちょっといつまでも夢見ててもいいかなって思うよね、すごい夢だったらね、ぜひ教えてくださいというわけで、今回表彰されたりんとせよ3組さんには、後日放送部から住所氏名をお伺いするメールが届きますのでしばらくお待ちください、はい、以上表彰する生徒会でした。続いてはこちら、生徒会ホワイトボード、
このコーナー生徒会ホワイトボードは皆さんから議題を募集してそれについてみんなで話し合うというコーナーです。です。しかも5分間という制限時間付き&ノーカーノーカーノーカーちなみに誰のメールが採用されるかはこのボディ抽選。抽選抽選なのでキーワードについての事前打ち合わせはできません。できません。できません。ありがとうやってくれて。それではここに皆さんからいただいたメールが4つ折りになって置いてあります。はい。誰が引くかは、うん、じゃんけんぽい。負けたから最初はグーじゃんけんぽーあいこでチョキ同じあいこでパー負けた引くよどうぞうーわーこれ引くよおもろいよひよりさんラジオネーム国士無双さんからですありがとうございます国士無双さんズバリ、はい、男子力とはいいとこつくね本当に好きそうこのネタ、うん、いいとこつくね心配り的なあこれガチの方で行くやつだねいやガチの方で行こうガチの方で違うのいやいやこれは笑いを通るべき話では2人とも真面目だな大事な話だよじゃあみなちゃんのもう男子力を言ってよ男子力を言って、うん、笑い取る方でいやでも私が言うとあれになっちゃうからなあれこれちょっとちょっとはいはい戻すよちゃんと真剣に男子力を考えてみようね考えてるの、はい、心配り、うんまあ、でも気を使える男子なんかまあでも気を使いすぎてなんかこう自分がなくなっちゃったこのディスカッションダメだと思うの気を使いすぎて逆に女子に気を使わせるのはダメかもねあそれはダメかもねでも気を使える男子って素晴らしいねそうだねうん、他にそういうことだよね。えみなちゃんは何がある？なんだろうでも、ああそうだな。あ男らしい人がいいんじゃない？やっぱりこうさ最近こうやっぱりこう可愛らしいとか、うんうん、ちょっと女の子っぽいとか中性っぽい人とか、女らしくて装飾嫌いよ。はい。まあ、ロールキャベツはまだギリギリいいかなと思うんですけど。あ装飾系じゃない方が逆にいい。いやじゃあこう男子力じゃないですかねやっぱりこう女子をどんどんこう引っ張ってくれるみたいな俺についてこいやーみたいな。みなちゃんついてこいやタイプが好きなんだそうだね私は一緒に行こうよタイプが好きですあはぁ、あ、今の話これさこれさテーマトークなのにさそれで今好みの話になってると思うんだけどそっか私もどっちかって言ったらロールキャベツぐらいの方がいいかなあーわかる今ロールキャベツ男子って流行ってるよねガツガツすぎてなんか、うんなんつかこう亭主関白みたいな肉食すぎてもちょっとオラオラすぎても困るかもちょっとめくってみたら肉が出てきたみたいなあそれいいよねそうなんかそれめくったら肉うんなんかだから普段は一緒にだから足並み揃えてる感じの本田さんが言うような感じだけどこういざどうしようって言ってきたらこういって引っ張ってくれるね、うん、俺に任しとけみたいなあでもそういうのいいよねギャップだもんねあーそうギャップも大事かもねだから男らしくてもなんか家帰ってくると意外とみんなジューンって甘えてくれる人とかもあるあ、やだそういうのじゃない、うん、あ、それは嫌なのいや、わかん、どうだろうどうなんだろうなんか男子力だもんね男子力ってさ、うん、その女子的になんかかっこいいなって思う男の子なだけじゃなくて男の子からも好かれる男の子でなきゃダメなんじゃないの？わかんないけどそういうのでは器のでかさとか、うん、そうねあそう、うん、器のでかさに、ね、比例するんですけど、うんうん、あのごめんすごい滑る可能性大なんですけど滑ってどうぞ盛大にやっぱね男性たるもの、うん、ボーリングが上手くないとダメなんですなんでわかんない全然わかんないボーリングわかんないボーリングの、うんやっぱね女子より大きいボールを使っていただきたいわけで重いボール力があるところとかなんか指が太いであるとかえそれでガーター出しちゃダメなんでしょで重くてもなんかうまいみたいなよっこいおーみたいなちょっとダメなんでしょあそっかそうだねガッカーンつってよしみたいなあのストライクみたいな感じじゃないとダメなんだよねあーそうあーうーんなんかこう、うん、そのなんか大きいボール持ってると、うんうん、あーなんか男らしいなって思うああ重い荷物持ってるとかそういうことおえ、じゃあ、じゃあさ、こうちょっとスーツの腕とかまくってさ、うん、ダーツとかこう真剣に投げてるのとかあ、かっこいいね、ダーツも。もうやばい、男子力とどんどん駆け上がれてる。どんどん、なんかみんなの趣向になってる気がしますね。なんかこう、真剣に打ち込めるものがある人はいいかもね。そうですね。誰だそうだね。真剣に打ち込めて、うん、思いやりがあり。うんうん
なんか、すごい嘘とかつかない人がいいな、なんか何があったの？わかんないけど、いやいやいや、なんかさ、どうした？誠実な人であってほしい。でも誠実な嘘はダメなのじゃん。誠実な嘘はいいよ。じゃあいいじゃん。でもほら、なんていうの？落としめる嘘？うん、とかあるじゃないか、いろいろ。ああ、浮気してたとか。それは、わかんない、あれだけど、人によると思う。なるほどね。ね、まあ嘘は嫌だね、確かに、うん。あとはちゃんと叱れるとか、うん、怒ってくれられる。あ、この自分を相手をとか、うん、とかなんか友達だからとか言っても、その友達がちょっと違ったこと言ってても、ああ、うん、そうだよねみたいなんじゃなくて、いやでもお前それ違うくねって言えるのも、男子同士でもなんか対異性でもなんかいい人じゃない。彼女に対しても言えるみたいな。やっぱ彼女に対してもそのなんていうの。やっぱ女性ってさ、男子を立てたいじゃん、うん、立てるべきだと私は結構思っていて、うん、そうなんだ。で、なんかそういう時に立てさせてくれる、うん、その気を使わさせてくれる、俺も俺でできるけど、でもこうお前が気使って周りから高評価だったらそれが俺の得だからみたいな。あーなるほどね。みなちゃんやっぱちょっとヤマトなでしこっぽいね。ちょっとなんか私と感覚がちょっと違くて面白い。みんな違うからっていうことで、それぞれ違いました。男子力っていうのはそれぞれがそれぞれに対する男子力があるので、そのあれね、相手、そのあなたが求める人にそんな男子力を聞いてみてください。投げた、結構いいこと言ってた私たち。まあ基本的にはあとはね、うん、こう常識的がある人だよね。まあそうだよ ね、 そうだね、大事だよ ね、 ね、やっぱね、はい、男らしく優しく思いやりがあって嘘がつかない誠実な人だと思ってまいりました。ということで、はい、完璧。今回の会議はいかがでしたでしょうか。もうみんなの思考でしかないと思うんですが、皆さんホワイトボードの議題送ってくださいね。私たちは嫌だけど嫌でもないけど、放送部からさんの間違えた、放送部さんからの要望でできれば突拍子もない題材や難しい内容を出そうです。お待ちしています。男子力、壁王学園校内放送レベル2、熱血。ここで生徒会からのお知らせです、はい、このラジオが放送されている時は、うん、テレビアニメ生徒会の一存レベル2がなんと最終回を迎えた地域、はい、そしてこれから迎える地域と様々だと思います、はい、まだね見てない地域の人は絶対見逃さないようにしてください。お願いします。最終回、なお放送日放送時間は都合により変更になる可能性がありますのでご注意ください。はい、続いて書籍情報です。小説新生徒会の一存ジョーがただいま絶賛発売中です。おい、そしてその続き新生徒会の一存ゲがもうすぐですね、3月19日火曜日に発売されます。おー、本当にもうすぐだ。気になる小説の続きをぜひチェックしてください。よろしくお願いします、はい、お願いします。そして今年の夏7月5日金曜日に原作小説外伝発刊、はい、うん、生徒会の祝日オリジナルアニメブルーレイ付き限定版の発売が決定しています。イエイイエイ、アニメも小説もどんな内容になるのか楽しみですね、うん、というわけで予約受付中ですので詳しくは公式サイトをチェックしてね。締め切りました。ブルーレイ DVD 情報です、はい、生徒会の一存レベル2のブルーレイ DVD 第1巻がただいま絶賛発売中、はい、はい、そして第2巻は3月29日に発売となります。よろしくお願いします。お願いします、限定版の新規取り下ろしドラマ CD 告白する生徒会第2巻は、うん、第2巻はお、あ、第2巻はもう3回言ってない赤町鶴さんですよ。おー、千鶴さん、そうだよ、知らなかった。そしてボーナストラックは、はい、リリシアの妹東堂エリス CV 清水愛さんの悶絶兄様ボイス集です、うん、その他特典がいっぱいなので詳しくはアニメ公式サイトを見てください。ぜひよろしくお願いします。そしてなんとその DVD ブルーレイ第2巻のイベントが決定しました。おー、イベント、タイトルは3月にふさわしく卒業する生徒会。切ない、卒業したくないよ。卒業する
アニメイト横浜店さんで3月24日日曜日に開催します。もうすぐですね。私たち4人が出演するトークイベントで参加してくださった方全員に卒業証書をお渡しするという企画もあります。参加方法などはアニメ公式ページやアニメイトのホームページに載っておりますので、ぜひチェックしてぜひ参加してください。よろしくお願いします。続いてトレーディングカードゲーム情報です。ほい。生徒会の一存レベル2がプレシャスメモリーズに参戦しています。はい。スターターデッキが1575円、ブースターパックは347円でただいま発売中です。はい。私たちの箱押しサインカード、うん、そして新規書き下ろしイラストもたくさん収録されています。本当にたくさんありました。うん、うんうん、さらにブースターパックをワンボックス購入すると、うん、ボックス購入特典として特製 PR カードがついてくるという特典もありますので、うん、ぜひぜひ遊んでみてくださいね。よろしくお願いします。はい。そして CD 情報です。はい。壁尾学園生徒会レベル2が歌うオープニング主題歌プレシャス、はい、そして毎週変わるエンディング曲すべてを収録したアルバムコレクションする生徒会が発売中です。はい、ね、またアニメロミックスでもテレビミックスバージョンが配信中です。さまざまなバージョンの曲をみんなで歌っているので皆さんも楽しみながら聴いてください。はい、まだまだあります。そしてこのラジオ壁尾学園校内放送レベル2の DJCD 秘密の女子会編も絶賛発売中です。イエイ。いや、この企画のためだけに新たに録音していただいた音声のみなのに体を張って4人がハーハー言っている CD と私たち4人がパジャマ姿でドタバタ動いている DVD がついて価格は税抜き3500円。はい、安い。さらにジャケットは書き下ろしイラストが使用されています。番組に感想メールお待ちしています。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、あなたの世界を生徒会でポカポカさせましょう。今後の情報もお楽しみに。スプリング壁尾学園校内放送レベル2第22回、うん、そろそろ終わりの時間になりました。すごい、終わっちゃう感が。ねえ、ブルースカイ、ブルースカイ22回っていいね、ゾロ目。この放送では皆さんからのメールを募集しています。はい、生徒会目安箱、生徒会絆試し、生徒会ホワイトボード、そしてお答えする生徒会のコーナー宛てにガンガン送ってください。はい、はい、ラジオで読まれた方全員に壁尾学園学籍番号を付けさせていただいております。うん、この番号はアニメ公式ページに一覧として掲載されますので、ぜひメールを送って学籍番号をゲットしてくださいね。うん、なんと、うん、実はですね、うんうん、はい、もう100人を超えている。いる。わあ、氷河あるよ、氷河。ここに氷河あります。すごい、ずらーって名前が書いてある。なんかお名前を拝見すると、あ、読ませていただいたなっていうのを覚えてるんですけども、ね、こんなにたくさん送ってくださってたんだなっていうのをすごい実感してありがたい限りです。ありがとうございます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。なんか嬉しいね。みんなが生徒になってくれたみたいだね。ね、壁尾のね、学生が増えていくよ。クリムが一番だよ。ひひひ。そしてもう一つ、はい、メールが読まれた人の中から毎回1名様に番組からプレゼントをしています。うん、今月は生徒会グッズに私たちのサイン&落書きを書いてお届けします。ちなみに今回のグッズはトートバッグです。トートバッグいいね。あ、4人のイラストが書いてあ る、うん、ちなみに当選者さんはラジオネームあきあきさんに決定しました。おめでとうございます。これで異性からもモテてください。ね、あきあきさんには後日放送部から住所氏名をお伺いするメールが届きますので、しばらくお待ちください。うん、うん、ということでね、放送でも言ったけど、お知らせでも、あのアニメがもう最終回を迎えた地域、そして迎えてないこれから見る地域とあるんだけれども、とうとう来ちゃったね。早いね。そうですね。それでブルースカイだよ。やめてね。切なくなってきましたね。3月だしね。うん。でもね、まだね、番組宛てにね、感想メール欲しいよね。ね、ぜひ。ね。終わってから改めて思ったこととか。そうだね。ラジオもいいし、アニメの感想もね、お待ちしてますので。イベントでもお待ちしてるんで、ぜひよろしくお願いします。うんうん。これからもイベントでも待ってるので、はい。壁尾学園校内放送レベル2。お相手は桜のクリム役の本田真理子と赤羽千鶴役の湊、椎名真冬役の野水伊織でした。バイバーイ。